崖エリアです。すっかり忘れてたんだよ、申し訳ない。今出砲の貨物室に入ってるあの恐竜ちゃん、ちょっと調子崩してる恐竜ちゃんをこの崖エリアに呼んでマンボのマジックで回復してあげると。まずそれからやろう。出砲はテリーのオアシスの洞窟で壁画を見ているぞ。もう優雅だな。お前のいる駅まで出砲移動させてください。お願いします。やってきた。で、貨物室に恐竜ちゃんは入ってるはずってことで、マンボに交代しようか。はい、マンボに変わりました。よし、マンボ頼むぜ。回復マジック、呪文うまくいくはず。ヒーリングいるね。うん、病気のステラコサウルスちゃんを回復してやってくれ。お、出砲の荷物室どうだい、不思議なパワーで。お、回復したんじゃない。そうね、目が変わった、元気だ。よし、よくやった。どうだい調子は。おお、元気だ。だいぶん気分が良くなったよ。ねえ、その足を噛み切って。うわー、怖い、逃げろ。よし、回復させたし、これでテリーのオアシスに運ぼう。よし、持ってきた。で、またバンジョーのリュックタクシーで連れてくのかな。あ、と思ったらもう自分でそこ走るんだもんね。やっほー、もう気分最高だ。家まで走って帰るよ。お、オッケーオッケー。お、帰った。さあ、これでピースもらえるよね。うん。なんとお礼を言ったらよいのやら。これは私があの運河文河たちを踏んづけちゃった時に見つけたものです。お礼にどうぞ。やはり恐竜は恐竜なのか。あたいらあんたのためにむちゃくちゃ必死で働いたのよ。もう一個ジグソーはないの。強欲ないわ。普通になかった。わかったわ。引き際もいい。はい、そのまま出砲でキラリン鉱山にやってきました。てのキラリン鉱山でまだ取ってないピースがあるんだよね。あれよ、あのピースね。あれを取るためにスプリングシューズ、あった、これだ。これが必要なんだけど、前回のステージで覚えたんでもできると。あって時間が短い、時間がいけるか。よいしょ、オッケー、取れた。よし、これでキラリン鉱山はオッケー。10枚すべて。ハニカムが1個どっかにあるんだな。まあいいや。これさ、奥続いてない、どっか。あ、続いてないんだ。それっぽく見えるけど。で、なんかね、キラリン鉱山でもう1箇所行った方がいい場所がね、あるっぽいんだよ。ちょっと探そう。あ、ここだ。あったあった。この滝洞窟って場所に、このね、カズイ魚雷でぶっ壊せる岩があるんだよ。これを壊そう。よいしょ。すると、ここには一体何があるんだい。行ってみよう。何があるんだ。だってもうこのステージもうほぼほぼ全て取れてんだよね。まあ、ハニカムが1個。なんだ、オフライン。いや、 XBOX。 まあいい、行ってみよう。この先ん、なんだ。お、あれ、なんかここさ、キラリン鉱山じゃない雰囲気よね。これ氷のステージじゃん。お、なんだ。え、なにこれ、鍵、鍵。あ、なんかグローボーの声がする。ん、この中じゃねえか。え、鍵なんか持ってないよ。いや、鍵がないから無理だな。っていうかね、多分これあれなのよ、バンジョとカズイの前作から引き継げるアイテムで開けられるドアだと思うのよ。だって前作にあったじゃん、こういう鍵。結局64版では引き継ぎ機能が実装されなかったから、64版のバンカツ2では、無条件でなんかもらえたみたいな、そういうことらしいんだけど、この XBOX 版ではちゃんと1をプレイしてその隠しアイテム取らないとそのアイテムはもらえないんだよ。ちゃんと全クリしたんだけどな。よし、それじゃあ第6ステージの方に進んでいこっか。テリーのオアシスを出まして、多分こっちだよね、沼地エリア。なんか君しつこいな。しつこい男は嫌われるんだよ。こっちに確かスプリングシューズがあったはず。そう、これを使ってここを登るんでしょ、どうせ。行ってみよう。そしたらきっと沼地エリアがあるはず。ケタピラの跡が続いてる。こっちの奥にグランチラドもいるはず。あったきゃ、沼地エリア。うわー、こんな感じだよね。はい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 。え、この周りなんかいろいろありそうだな。
ワープがあってちょっと探索してみないと。キャタピラがこっちの方に続いてんだよな。あの上何？え、上からやってきたってこと？上からこう降りてきて、どういう軌跡をたどったのか。あ、一周ぐるっとしたのか、こうやって。はい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 、ぐるっとした意味で、この上になんか登れそうなところがあんだけど届かねえな。で、ここはこれ沼かな。あー、食らうね。あ、いるのかあいつ。なんかあるだろ普通。なんか穴がねこう続いてんだよ。そしてこの上ね、ここね登っていければなんか行けるっぽいんだけど、あ、あれだ、まだ行けないやつだ。カズイの足跡がある。また来た。怖い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 。しつこい蜜は切られるんだよ。もう行っちゃおうかな。特に何もできないぞ。あ、そっちなんかある。あ、上に登れんのか。あ、お尋常の声がするけども、もう僕は信じられない。尋常なんて。だけどこっち見てねえ。目が死んでる。来いよ。よし。いや、マジで何もねえな。普通新しいエリア来たら何かしらさせてもらえるんだけど、今回何もない。あ、あー、それだ、あの靴だ。これまあ俺使えないんだよね。じゃあもういい。グランティ産業入ります。いや、かなり難しいステージという噂は聞いてるけども。あ、いや、おっかねえよ。もうサビサビ港的な雰囲気感じます。工場か。まあ産業だもんね。へえ。で、従業員かなあれ。うん、またパワータイプじゃん。そう、挨拶するか。入っていいですか。うわ、なんかびっくりしてる。どうした。え、なに。正当防衛。早速じゃあ入りたいな。で、周りもちょっと一周したいけどね。こっからじゃないの。メインエントランスって書いてるからこっからのはずだけど、なんか開ける手段があんのかな。周り探索だな。で、沼地だからそこ行けないな。あい、正当防衛。うわ、もうね、やっぱレア車あるある。もう断末魔がえぐい。え、どうする。どっから。あ、こっちからかな。こっちから行って、そこ、あ、いや、崖つかまりか。あぶねー。崖つかまりして、ここ一旦降りて、あっち前ジャンプ。あ、そこかな。そこまでジャンプ。いける。いけない。痛いよ。まあしょうがない。で、あ、なんかドクロマーク踏んでいけるよな、きっと。そっち側気になるから、とりあえずこれ崖つかまえできるでしょ。で、そっち側行って、はい、エイリアン。はい、危ない。で、この下に降りて、そのドラム缶を渡って、よいしょ、渡って、怖い怖い怖い。あっち側に行ったらメインエントランスが開く。ボタンがきっとあるかなと思ったけど、あれ何。君何、電池か。乾電池っぽくね。アイテムかゲット。違った、敵かよ。なんだよそれっぽくいるんじゃねえよ。色合いがん、チャンス違う。あ、今捕まえられる。どういうこと。あ、うん、え、どういうこと、どういうこと。捕まえらんない。もしかしてバンジョーのリュックタクシーかな。それっぽくない。あー、凍らせられもしない。うん、この光ってる状態だし、きっとそういう感じだと思うわ。じゃあ戻ってきて、上登って、うん、お、やっとヒントがある。いいヒントをくれ、頼む。電池パワーが足りない。ここを探すんだ。1、ステージ入り口の上あったね。2階のガードされたステージ、2階の大きなタンクの部屋、3階のマンボ屋敷の近く。一気に言わないで、メモらないと。2階のガードされたステージ、2階の大きなタンク、そして3階のマンボ。もうメモが壊滅的な汚さ。さあ、そしてこっち側行きたいけど、いや、行ける気配なし。うん、上か。あららら、どうしたらいいものやら。あ、音符がある。あ、違う、あれトーン記号だ。あっちの方にね、足場見えるんだよ。ちなみにさ、金の羽ってさ、沼地には向こう。やってみる価値はあんじゃねえか。ゴリ押せ。無理だー、やべえ。いや、もうこうなったらゴリ押し、ゴリ押し、沼地のゴリ押しプレイ。痛い。いいいいいい、こんな生き方があってもいい。
そしてこれはなんだ。あー、またこのよくわかんねえシューズだよ。いつもこれに悩まされる。そして君はなんだい。ん、踏んだ。するとどっか開く。メインエントランス、メインエントランスプリーズ。なんだよ、一番どうでもいいとこ。あ、しかもお前どうでもいいわまあどうでもよくないことない。閉じるやつかよ。出てこいよ。はい、でまたもうおっさんが、はい、正当防衛して、どうしよう。ちょっと広かったね、行ける場所が。その先は無理で、そこは何、行ってみたいな。でもライフが結構やばいよね。そしてバンジョーちゃんのね、影がないからね、自分が今どこを飛んでるかちょっと分かりづらい。オッケー、行った。なんだここ。え、何、薄汚れたウサギだ。どうしたお前、話してみよっか。この作業服を見てくれよ、早くクリーニングしないと臭くてたまらないよ。クリーニング、あ、なんでこんなとこにいるんだよ。じゃあ洗いに行けよ。戻ってきて正当防衛して、あ、蜜は欲しい。でこの上行ってみよっか。まだ中に入れてもないからね。あー、入れねえ。フロア1エマージェンシーイグジット、入れないか、非常口って感じか。じゃあそっち側行ってみよう。はい、ここ登ってみて、やぶね。でどうせ偽物だあれ、チェック。くたばりな。でこっち側来たのはいいけど、また行く場所がなくなっちゃった。はい、あ、でもあそこなんか道があんな。いや、ゴリ押す価値はあるんじゃないか。ゴリ押せるさ。あー、痛い。いや、もう一回食らうぐらいで多分そこには行ける。あ、行ける行ける、よしよし、オッケー。でここなんだ、なんかある。その先は何もないのね。あれ、ここ何もないな、マジで。そしてそっち行ったらもう入り口戻るだけだよね。いた。あららららら、どうするこれ。積んだ。あ、あ、ここ、あ、なんだ、ここあったんだ。俺ここさ、さっきさ、あ、ゴリ押したから気づかなかったんだ。駅だ、開いたってこと。あ、わかった。出方に乗って中に入るんだ。かっこいいじゃん、なんか潜入捜査みたいでかっこいい。はい、ってことで今出方はテリーのオアシスの駅にいるから、こっから乗ってけばいいんだ。まあ、ちゃんといけるかな。グランティー産業あるね、行ってみよう。これ新しいね、この入り方かっこいい。さあ着いた、グランティー産業。わあ、難しい。空気がプンプン仕上がる。お邪魔します、グランティー産業さん。あ、なんか早速第一的発見。どうしよう、おめえ強いのか。え、なんだ、急にドラム缶ぶりやがったこいつやめてやめて。あー、強かった、硬かった。もう何のご褒美もなし。そこに階段あるな、登ってみたら何かありますか。あ、なんかある。あのライトに当たっちゃダメとかないよね。うん、で、登れるのに何もないとかないよな。これなんだ。あ、ショックジャンがあったよ。上になんかあんのか。そっちだ。はい、どうだ。おー、なんか乗れた。ハニカムちゃんがいる。はいはいはい、バンジョーのお得意のモデルウォーク。いいよ、バンジョーうまいよ、モデルウォークが。デューク・サラエボも真っ青だよ。オッケー。で、あの奥行っても特になんもないか。じゃあ降りてもいいか。はい、よし。じゃあこっち側にあるね、通路が。行ってみよう。もう位置関係がね、ちゃんと入り口から入んないとさ、ちょっと覚えづらくない。なんだ緊急事態、侵入者発見、バレたー。ティントップ出動せよ。何ティントップって、こいつら。痛い、強い。どうする、逃げるしかないのか。あ、なんとか倒せんじゃないの。逃げながら音符は回収するけど、爆弾エッグとかで倒せんのか。近づいたらやばいよね、今の電撃攻撃の感じ。もう逃げよっか。ここは逃げ、危ねえ。すいませんでした。こっちはまだ終われる身。いや、大丈夫そうだ。1階何階まであんの。あ、バレちゃう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 。
モンキーレンチでかすぎんだろ。労災で、まあ、ここがグランティ産業の駅ってことで、こっち側は毒水処理施設。あ、バッテリードアはロックされています。ドアを開くのに十分な電気パワーが足りません。電池じゃん。バッテリーね、さっきのやつだ。あれ取るにはやっぱりリュックタクシーだよね、きっと。ってことでセパレートパネルも欲しいし。なんだ、あ、あっちに音符ある。じゃあ取りに行くか。怖え、いけた。で、降りて音符ゲットの、ここ何？ん？ファーストフロア。ファイヤーエグジット。あ、なんかボタンもあるな。あ、あるぞ、あるぞ。俺が欲しいもの。アクション、アクション覚えたい！こっから登れない！反対側から行ってみよう。マシーン専用エレベーター。それも気になるけど、まずアクションを覚えないと何もできないと思うんだ。あれ、また小汚ねえウサギがいる。でこっちから行けば多分アクション覚えられると思うんだ。上に登って、いいぞいいぞいいぞ。あ、オッケー。あ、セパレートもあるわ。覚えよう、頼む。あの靴が覚えたい。来た、クランバーブーツ。このブーツは壁に付いてて壁を垂直に登れるんだ。どこでもいいってわけじゃない。カズイの足跡を探すんだ。もういっぱい見た。えじゃ、締めたいな。締めれなかった。よし、やっと覚えたぞ、クランバーブーツ。まず何からする、クランバーブーツ。何からしてやろうか。その前にバーンジョーとカズイセパレートできますね。どうしよう。いやでもバッテリーは後でもいいかな。でここ何？エレベーターっぽいけど。ん？エレベーターシャフト。これエレベーターの上だよね。まだなんかあるぞ。3つか。主管になってみて上。あーららららら。ここ今1階だよね。これでもう一気にさ、最上階とか行けちゃったりするんじゃないの？どうだ。あ、でも扉が閉まってるパターン。いや、ここ2階でしょきっと。セカンドフロア。開いてます？ちょっと見づらい。あ、開いてる。こうやって行けんじゃない？全フロア。サードフロア。あー、3階も空いてる。最上階からもう行っちゃうね。4階で終わりか。屋上もあんのかな。この上はもうどうしようもないもんね、きっと。わかった。じゃあ、あ、いや待てよ。なんかあるぞ、ここ。ん？行きたい。行けるか？お！なんか、すごい大事なヒントがある雰囲気。2つの煙突、両方に景品がある。お、それはいいヒントだ。そして、くちばしドリルでボルト外し。お、それもいいヒントだ。ボルトがあればそれで了解です。いやもう自分ね、美味しいものはね、先にいただくんですよ。4階から行っちゃおう。入れんだよね。なんだ？あー、開けれてないのか。ダメってやつね。なんだここの雰囲気は。すげえうるさいな。すごい震えてんな。出ますか。なんかこれ楽しいね。3階。さあ、次に美味しいところ。わあ、ここも開いてないんだ。なるほど。ここボイラー施設3階。そうなるともう2階も無理かな。まあ、一応見るだけ見るけど、やっぱり無理だね。悔しい。じゃあもう出ますよ。しょうがない。ここでできることをまずやっていこうか。これ多分壊せると思う。壊した。あー、クランバーブーツあったよ。早速。どこだ、どっかに使いたい。カズイの足跡どっかにないですか。記念すべきクランバーブーツ1回目だよ。あ、不発。そこの薄汚れウサギ、ちょっと気になるな。君も同じかな。俺の作業服をクリーニングする方法を探してくれよ。いや、あのさ、作業着が汚れたその悲しみでさ、仕事ができないのはどうかと思うぞ。うん、で、何？ゴミサプレッサー入っていいのか。俺ゴミじゃないけど。ゴミサプレッサーに侵入者発見。総員警戒せよ。わ、バレちったよこれ。うわ、死んだ。あ、死んじゃいない。よかったよかった。でもこれ行かなきゃダメなんじゃないの。難しそうだけど行ける。あーあー、もう埋まってる。死んだ。あ、もうダメだ。もう逃げよう。いや、あれは多分電力をストップとかさせたらいいと思うんです。なんだここ。
エアコン機械室。エアコンか。エアコンを止めてあっちゅあっちゅにしてあげる。地下か。うわあ、これは嫌だ。サビサビ港のトラウマを思い出した。あ、音符がある。音符大好き。行ってみよう。よし、取った。そして上登れんな。で、瀕死よ。え、うわ、危ねえ危ねえ危ねえ。修理部門。もういろんな部屋があるんだね。で、絶対これは電力をストップさせてからあの奥に行くんだな。あの、あれなんだ、ボタンか。打ってみるか、試しに。あー、何も起きねえな。いや、これは複雑な順番が絶対にある。いや、けどこの下なんだ。危ないか。しんちゃん、これ死ぬ死ぬ。危ない。あ、そこダメダメダメだ、魔女ダメ、死ぬぞ。あ、死んだ。さあ、もう一回戻ってきました。クランバーブーツここにあんじゃん。でさ、クランバーブーツで登れるところがね、こっち側にあったぞ、確か。このこっち、そう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 、これでなんか、おー、これがクランバーブーツのお力でございますね。ありがとうございます。よし、そしてさらにクランバーブーツあんの。あっち、ん、なんだ、そこには一体何があるの。ショックジャンがあって、こっちにもショックジャンがある。上に登ると、ここに来て、怖い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 。あー、卵があるだけ。じゃあこの中の方のショックジャンプは、なんかしらいいものあるはず。お、ピースピース、上にピース。ん、なんだ、2階に上がってこれた。こうやって来るんだ。じゃあ2階さ、開けたいね。開けれるかな。はい、労災降りるよ、きっと。あ、これだ、ここだ、きっと。ん、あ、違う違うな。エレベーターの場所、あ、これかな。あ、マシン専用エレベーターって確か、あー、使ってなかったな。アクションできる。ん、あなたはこう使いません。メカニカルなスタッフしかこのエレベーターを利用できません。メカニカルなスタッフでも利用できるってことは、多分あれじゃないの、変身じゃない。お、ほら、もうウンバいたいたいた。え、ウンバの感じもスチンパンク。あ、バーパッド、オッケーオッケー。で、グローブは、あら、隠れてらっしゃる、可愛らしい。捕まえちゃうけどね。君は食われるだけの存在なんだ。で、ウンバのテント入るのもいいんだけど、この穴も気になるな。なんだこれ。ん、主観になって見てみるか。上には、なんもないけどね。上から落ちてくるよとか、それともこの下が開かない。じゃあいいや。開けたい場所、ここは、これさ、これじゃない。 OK、 これを開けていいね。で、ここも開けんじゃない。 OK、 開いた。2階のなんだ、あ、なんか見える、電磁石施設。なるほど。音符だけでも回収しときますか。うっさ、やばそう。とんでもない化学薬品、ジョーカーが落ちたやつ。よいしょ。そんな話を確か前作のサビサビ港のステージも なんか話した気がする。あれはミンジオじゃない。なんか愛想振りまいてるけど、きっとあいつは、いや、この取りづらさはこれガチモンだな。チェック、あれはガチモン。あー、そうだわ。で、なんかビリ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 聞こえるんすよ。誰よ、喧嘩売ってんの。あ、音符ある。で、チートのページ、あ、それか、そこか。で、そこを開けれるわけはないよね。こっち側ちょっと行ってみるか。あー、下にいる、バッテリーが。あ、これか、ヒントにあった2階のなんか大きな部屋がここかな。うわ、落ちちゃった落ちちゃった落ちちゃった。やばい、ジョーカーになっちゃう、ジョーカーになっちゃう。危ねえ、どうしよう。グローブまだね、グローブじゃねえや、あのバッテリーちゃんね、ちょっと一旦スルーしたかったんだけどな。でもセパレートしなきゃダメだし、一旦なし、やっぱり。で、こっち側はこれ敵でしょ。はい、頑丈だね。そして、え、なになに、え、なんかついちゃったよ。あ、ガスか。ん、ガスなのかな、ついてくるんだ。で、呼吸できないんだ。恐ろしい敵やな。呪い呪い。で、あー、なんかまたバレちゃった。なんだ、クランバーブーツありました。あったけど、
待って待ってて、音符の回収だけさせてください。え、特にないよな、クランバーの。で、ここ開こうか、開いとこう。で、これも壊しとこう。これも壊せない。壊せるものいっぱいあんな。逃げつつ、それも壊して、ふん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 。で、行き先がね、二通り。いや、もうダメだ、俺の頭のマッピング能力の処理が追いつかない。容量を超えた、キャパオーバーだよ。はい、労災。なんだ、あ、この声はまたウサギだな。小汚ねウサギがいる。あ、そこにクランバーブーツある。あ、なるほど、これ登ってみると。もう何からしたらいいかわかんないよ。あ、そこにいるんだね、ウサギがね。まあ覚えとこう。その上はなんだ、そこから3階登れるとか、そういう感じか。うわ、待って待って待って、ちょっとあんまり風呂敷広げたくないんですよ、こんなに。こっち側は何。あー、はいはいはい。あ、そしてそこかな、バッテリー。ヒントにあったガードされた部屋とかっていうのは多分このことかな。じゃあちょっと待って、一気にちょっと大幅に戻ってもいい。はい、ウンバのテント前ってことで、このスチームパンクウンバから、もう変身してみてもいいのかしら。で、このウンバのテントに何か面白いものないな。前作あったらね、壺の中に何かあったりとかしたんだけど、上とかにもなんもね。お前のテントつまんなくね。もうグローブ渡しちゃおう。マジックの準備 OK。 プールに飛び込む、飛び込んじゃう。さあ、もう早速見ちゃいましょう。今回変身できるもの、それは一体何なんでしょうか。機械だ、絶対機械だ。これ何、あ、洗濯機か。ウンバ、これウォッシャー、ウォッシャー。左スクール動き、トリガーでパンツ、パンツパンツ投げつける。あー、待って、戻りたくない。うわ、面白いな。ていうかさ、あ、移動早え。あのさ、前作でも変身したよ、洗濯機は。そう、チートコードで変身できたんだよね。まあでも、その時はこのパンツ攻撃はなかったね。え、どうしよう、そのマシン専用エレベーターを使ってみたい気持ちあるんだよね。あ、パンツ結構弱いな。まあそれはパンツだもんな。で、多分これできるよね。マシン専用エレベーター使ってみよう。フロアを選んでください。5階まである。俺は美味しいものからいただく口なんだ。行ってみよう。おお、すげえ。早速来ちゃいました、5階。あ、この声は、あ、タイヤだ。タイヤは、うわ、危ねえ。結構弱い。ね、ウサギちゃん、汚ねえウサギ、どこだ。わ、ジャンプ力全然ない、登れねえ。どうしたらいいんだ。あ、神社の声もする。あ、開けれた。ドアオープン、どうぞお入りください。あ、これでいいんだ。で、これ侵入者扱いなの。ただの洗濯機ですけど。おっしゃー、来た。洗濯機じゃないか、僕の作業服をさっさとクリーニングしてくれないか。中に入れてみてよ、洗ってみるから。大丈夫かい、破れたりしないよな。もう贅沢言うな。何でもいいからさっさとしてくれる。さあ入れろシャワー浴びてこい寒そうにすんじゃねえよ。あ、早っ。おぉ、あ、綺麗になったよ。他にもスタッフは5人もいんの。見つけてやってよ、奴らの作業服も汚ねえはずだぜ。あ、すげえ喜んでるけど、なんで体まで綺麗になってるんだ。まあいいだ。で、ウォッシャー、まあ洗濯機でできること、あ、痛い。洗濯機でするべきことって多分この洗濯だけだよな。であればもうここは去ろう。大体。はい、4回やってきました。あ、今声したな、ウサギの。なんだなんだなんだ。ん？何の音なんだこれ。この震えてんのは。まあ、とりあえず降りてみて、また来ちゃうよね。これなんだ。あ、羽。これで、そこどこ？あ、外だ。外にそのパネル出たのはありがたい。なるほどなるほど。で、一旦ここはどうしようかな。あー、登れない場所いっぱいあんだもんな。待って、この上は、あ、戻るだけか。じゃなくてそっち側行ってみようか。こっち側行ってみて、うん、
うさぎねえか、うさぎ。あ、品質コントロール。なるほど、ウォッシャーなら入れるってそういうこと？ん？品質コントロール。大事な部屋だな。あれ、何もできねえや。戻ってきました。ぐるっと一周してみたい。痛い。なるほど、まあ、ウォッシャー君は、攻撃が弱い代わりに足速いんだ。4階もこんなもんかな。とりあえずじゃあ3階行こう。3階やってきました。んー、ていうかこの主観視点でも、あ、パンツ投げれんだ。とりあえずこっち側に行ってみよう。木箱壊せない。これ壊せないのか。危ない。あー、やめて。そしてこっち側に行ってみて。はいはい、君らは無視でいいや。無視無視。あ、いた。ん、ボイラー施設だろ。あ、壊せた。おし、行ってみるか、ボイラー施設。あ、いた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 。いいぞいいぞ、君の服も洗濯してあげよう。なんで体まで綺麗なんだろうな。ほら、汚れ消えるもん。よし、オッケー。じゃあここはこんなもんか。そうね、こっち側はジャンプでいけないからもう戻っていいな。さあ次は2階だ。もう一気にもうウサギちゃんはやっちゃいたいな。いけるかな。またぐるっと回ってくるか。ここは無理でしょ、入れないでしょ。こっちの奥、ああ、そっかそっか、ウンバのテントがあるとこか。これでじゃあこの穴か。この穴行っちゃうと、あれ、これ1階に戻っちゃう。あ、ファイアエグジットボタン押したら、はいはいはい、非常口開いた。これでやっと外からも入れるようにはなった。あ、ってこと待って、こっちから行けばさ、いるよね、屋外にいるウサギ。こっから出てきて、非常口から出まして、あい、あい、よっとして、あそこだ、行ってみるか。これ、あ、だけど、あ、なんだ、ウォッシャーなら食らわねえんだ。いいね、よし、じゃあ君のその汚い服もよこしな。あー、汚い汚い、あー汚い汚い、まあだけど汚いものをきれいにする喜び。あー、きれいになったよ。他にもスタッフは3人、あと3人か。はい、続いてエレベーターで1階にやってきました。いたよね、1階にも確か。あ、いたいた、あっちだ。いけるかこれ。あら、ここいけないんじゃない。そこ、そこのやつ、あ、上からか、そういうことか。あとこの部屋はワーカーの部屋。ん、あー、いるのかよん。なんだこの部屋。あ、いる、うさぎちゃん。おー、なんだこの部屋、マンボ部屋じゃん。じゃあ君も脱いでもらおうか。もう見えないとなんか逆にやらしいんだけど。あと2人か。なんだこの部屋。ウンバとマンボウを飾るってことはこの子相当なまじないマニアってことなのかな。まあ、どうでもいいんだけど。じゃあどうしよっかな。あそこ、この痛い。あー、なんか扉あるな。ここはなんだ。あー、金の羽。うんうんうん。そしてここ開かないね。開かない。じゃあ出よう。そこにいる、この右にいるウサギちゃん、これどうしたらいいんだ。お前が降りてこいよ。いけないよね、上から降りる手段があるんだよな、きっと。え、これかな、これを下に下げたいのかな。あー、メインエントランスここだ。で、はいはいはい、なるほどなるほど、セパレートして踏むんだ。じゃあ一旦元に戻ろうかな。はい、1階に戻ってきました。いっぱいいろいろ見ちゃったけど、やっぱり1階からねやった方が分かりやすいよね。ってことでまずメインエントランスさ、開けちゃおう。そこから始まるやっぱり。ってことで盤上は盤上へ、そしてカーズイはカーズイへ。すると開いた。よし、あー、風通しよかった。うん、すっきり。で、こっからどうしようかと。あ、ワープパッドもあるね。じゃあ戻ろう。戻っていいよね。うん、戻ろう。つって、踏んどいて。外でするべきことなんかあったか、ちょっと見てもいい？このさ、入り口の左にあるこのクランバーブーツ。
それ気になるんだよね、ちょっと。だけど、クランバーブーツどこにある？あ、このメインエントランスのここにあった、そういえば。これだよね。あ、あるわ。じゃあ、これで、外出ちゃって、で、すぐ右かな？すぐ右行って、よいしょ！いや、食らっちゃうのか！あららら？あ、でも届くかな？いや、厳しいな。あ、セパレートか。わかった。バンジョーが邪魔なんだ。悪いな、バンジョー。これ一人用なんだ。ってことで、焼き鳥ちゃんだけで、身軽に、はい！いけた！さあ、登ってみて！いいね、いいね、いいね、いいね。そして、こっちか。あ、トーン記号、これでゲットと。オッケー。あれ？そこ開かない？この窓ガラス、他となんか近くない？あ！やっぱ違うわ。壊せるわ、窓ガラス。あのタイプは。ってことは、ここも、戻って、よいしょ。壊せる。これでかいぞ、きっと。外回ってみるか。あるわ、あるわ、あるわ。開けとこ。よいしょ。いいね。カズーイだけで、ここ入れんのかな？入れる！なんだべ、ここ。お？大丈夫、これ。ピースあった。やっと1枚目のピースあった。でも絶対ダメじゃん。近づいちゃダメだよ。うわー、欲しい。めっちゃ欲しい。もしかして、カズーイだけならいけんじゃないか、あの距離。いける！え、いや、いったお！侵入者発見。ほら、やっぱりそうだ。グランチュラのお宝を守るため、援軍が必要です。え？あー、来た。あ、これ倒せないよ。こんなの無理だよ。カズイちゃん無理よ。逃げて。ここまで来る？あ、来ない？来ないわ。ってことはよ。ベイビーカズイでさ。代わりに。うわ、倒せない？開けてる時に、撃つってことか？開け。おお、壊した！こういうことだ。よし、こっから安全に全員ぶっ倒してやるよ。あと一体。わかったかい。所詮機械は機械。焼き鳥様には勝てないってわけよ。君にタンパク質はあるかい？俺にはある。なんと、侵入者に金トップが敗れました。グランチルダのお宝が持っていかれます。よーし、持っていきますよ！やっと一枚目だ。うれしい。よし、登れるよな。あれ、カズイ、嘘だろ、お前。お前、登れるよな。おい、カズイ、嘘だろ、お前。ここまで頑張って。何この誤算。まあ、だけど、戻ってくれば、もらえるよね。ベイビーカズイなら、持ってこれんじゃないか。オッケー、いった。さあ、取れるか？うわぁ、君も、跳躍力が乏しい。いや、でも、いけるか？頑張ればいける。よし、根性。うわ、根性取りできない？できない！根性取りできない！くっそ。戻るか、じゃあ。降りよう。ん？あ、ここなんかあるじゃん。入ってみよう。もう、カズイの大冒険、危ない！ん？あ、そっか、ゴミプレッサーか、ここ。はいはい、来ちゃった、また。あれ？カズイ？ダメ、死んじゃう。危ねえ、逃げよう、逃げよう。危な。そこ無理なんかな？てか、そこにあるじゃん、ピース。開かないよね。どうすんだこれ。はい、もう一回行きました。いけ！おーし、いいね。取った。やっと一枚目。